今日のうつろの夜、いつにも増してイグジスの力に満ちている。我らリヒトクライスのエース・オブ・イグゼクター、ゼニスより命じられ、身分を隠し、学園に潜伏し、学業の傍らで様々な調査を行ってきた結果、この土地の周辺勢力は大体見えてきたけれど、随分と時間がかかっちゃったな。やっと。彼らは古くからこの地に根付いているが、すでに枯れ果てた組織。数名の個体は計り知れない実力を持つリバースらしいけど、組織としての形はないに等しい。何より現在はすでに目立った行動も取らないから、放っておいても問題はないはず。問題があるのは新興勢力であるアムネシア。パラドクスという圧倒的な能力を持った女性を中心とした無法者集団。ここ最近で急速にその勢力を拡大しており、その被害者は数多い。そしてパラドクスの目的はリバースの体、加えて我らリヒトクライスへの報復も含まれると聞く。はあ、私たちも正義の名のもと過剰に暴れてるところはあるからな。恨みを買うほど任務に執着するのは良くないってあれほど言ってるのに。パラドクスはリバースを目指すか。それだけは放っておけない。もしこれが真実なら、多くのインバースが集まり深淵が垣間見える今日のうつろの夜、アムネシアは絶対に動きを見せるはず。だから今夜、パラドクスの悪しき企み、リヒトクライスの執行官として必ず私がくじいてみせる。無駄な抵抗はよせ。光の鉄槌を。ファーストクローズディバイド。なかなかの腕。行きます。ここで。テクニカーロ。行きます。それなり。ここで。手払い。奇襲を。足も動く。足もリワインクラフト。くだらん。ここで。行きなさい。立ちなさい。まだ終わってはいません。オリエル。セカンドクローズ。ディバイド。行きれます。なかなか。ここで。なかなか。テクニカーロ。くだらん。ここで。行きれます。ここで。ディバイドだ。破れるだと。この戦いに意味はあったのでしょうか。パーフェクト。まだ続けるのでしょうか。私も目的を持ちこの夜に降り立つに、義探者の粛清も任務の一つとはいえ、無益な争いは本意ではないもの。あなたにも戦う理由はあるのでしょうが、ここはおとなしく引いてください。君があのフィフスイグゼクター。正義の名のもとにあなたを救済します。ファーストクローズディバイド。行きます。足元、はい、ここで。まだだ、まだだ。ここで。見せてあげます。ここでテクニカーロ。油断しました。勝敗は決しました。ウィナー、オリエ、パーフェクト。セカンドクローズディバイド。リバインスラッシュ。ここでここからじゃ行きれます。油断しました。まだだ、ここで。まだだ、砕かれる。氷を。足元の大事なの。これからだ、ジョイ。これで、ウィンナー。よかったの、ボディエ。パーフェクト。私は、
亡き両親に虚無の根絶を誓った身、この程度で折れるわけにはいかない。姉さん、見て見て、あそこにリヒトクライスの人がいるみたいだけど。こら、そうやって人を指ささないの。まったく、あなたは行儀が悪い。学生服を着た男女のインバース、得ている情報によるのなら、あなたたちは、そちらの男子がプレデターですね。うわぁ、有名人だな、僕って。そして、あなたは消息不明となっているはずのセピロト。あなたほどの者が、なぜこのような場所をうろうろと。ん？何言ってるの？あ、姉さんってそういう名前だったんだ。余計なこと。あなたたちも仕事熱心なもの。どこからそんな話を嗅ぎつけるのだか。我らリヒトクライスの情報網を甘く見ないでいただきたい。もっとも、あなたのことに関しては私個人の推測でしかありませんでしたが。けれど、そこまで調べられているのなら、その木にはすでに力は宿ってないということも把握しているのではなくて。ええ、ですが、本当に力を失っているのかが確認できない以上、たとえゼロベセルとはいえ、あなたほどのものを見過ごすことなどできません。それに、強大な権限を保持する者があれだけのことを起こしたのです。我らリヒトクライスは権限の番人、その聴取に応じる責務があなたにはあるでしょう。姉さん、こいつもう食っちゃおうよ。めんどくさくなってきた。そうね、白夜。この女、いろいろと都合の悪いことを知りすぎているみたい。骨も残さず、食い尽くして差し上げなさい。戦いは避けられない。いいでしょう。戦闘で決着がつくのなら、話が早い。私も今夜は使命を負うの。あなたたち、この手で連れ帰ることができないのは悔やまれる。勝てる気なんだ、僕たちに。いや、違った、僕に。ええ、物の数にも満たないでしょう。私のこれまで歩んできた道、そしてこれより歩む道の過酷さに比べれば。ファーストクローズ、リバイバル。エヴァン、おちょっと、左ダンサナス、息をつくエヴァン、さあ、エヴァン、ここで、ここで、ここで、エヴァン、セークリッターここで、リバインスラフ、ここで、エヴァン、セークリッターを、行くれます、さあ、立ちましょう。まだ産んではいません。お呼びしすぎたい。セカンドクローズ、リバイバル。やり、どうだい、行くよ。そこです。あらよ、危ない。エヴァン、ちょっとやめ、危ない。足元、ダンサナコ、行きます。あらよ、ファイター、足元、リバインスラフ、チャン、そこです。セークリッドアロー、そこです。これならどうでしょう。一体こう、セークリッドアロー、よっそ、座るものいっぱい。この戦いに意味はあったのでしょうか。シリを求めることに躊躇なく力を振るう浅ましき義胆の者よ。リヒトクライスの執行官の名において、この一帯からの即刻の退去を命じます。あなたとて命は惜しいはずです。速やかに立ち去りなさい。あなたには犠牲になってもらう。後悔してももうせえ。
ファーストクローズ、ディバイド。いきなり！そこだ！やりますよ！立ちなさい。まだ終わってはいません。オリエ。セカンドクローズ、ディバイド。行きます。行きます。はい、ここです。いや、行きます。ここです。いや、ダンス話。行きます。いや、はい、ここです。いや、いや、いや、エバージョン。ここで、はい。行きます。行きます。いや、ムックチェインシフト。ここで、犬。いや、エバージョン。ここで、リベンジバース。これでウィンナー良かったの。ボディへ。夜に集い悪しきを担う義胆の者、その死をもって誠に潔しとする。最後を看取る者としての情け、迎えが来るまでこうして共にありましょう。願わくば我に至難八苦を与えたまえ。あなたを救済します。ファーストクローズ、ディバイド。カウンター。このミカン、ここでディバインスラッシュ。終わりか。ここでダイナー。ここでミノキ。はダイナー。エバージョン。ここでディバインスラッシュ。ダンザーチャンネル。ここでここでエアコン。オンドリーチェス。こう、なかなか。立ちなさい。まだ終わってはいません。我死しても引かず。セカンドクローズ、ディバイド。やっ、まだまだ。太鼓。ここで。やっ、そう。やるな。乗れ。乗れ。これに耐えられるか。これでみんな良かったの。ボディへ。この剣、ルーラーの輝きは心の悪しきを見抜く力を持つ。あなたが心正しいものなら、この剣先がその胸を貫こうとも生きていられるはず。は、原田さんじゃねえか。それに、その格好は一体何をしているんですか。この気まずい空気、話題を変えないと全部バレちまうぞ。木戸くん、ごきげんよう。あなたこそ、そんな大きな剣なんか持ってどうしたの。話題を変える、無理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 、できっこない。俺はそのたまたま修行中っていうか素振りの稽古の日なんだよ今日は。1212ってな。言い訳が苦しいよ、木戸くん。その赤い刀身の大きな剣、巷で噂になっているインスレーターなんでしょ。もう隠さなくていいの。あなただったのね。ヤトの姫に付き従う者、アンノーンアクター。そっちはリヒトクライスって言ったっけ。さすがにこの辺の事情には詳しいもんだな。まあバレてちゃ仕方ね。聞いて、たとえ木戸くんでもこの場は見過ごすわけにはいかない。ヤトは穏健派とはいえ、上部の者たる姫はリバースと呼べるクラスの能力者。
何を動機とするかが見えてこない以上、それに組みする今のあなたは危険な存在。いかなる理由があろうと、ここでリタイアしてもらいます。待ってくれ原田さん、話を聞いてくれ。あいつは、リンネは悪い奴じゃねえんだ。そんなことは分かっていますけど、その判断をあなたたちに委ねるわけにはいかない。彼女の身柄も、その件も、我らリヒトクライスが回収及び管理と調査を行います。善悪の判断はその後に決められるものだから、分かって、キド君。あなたたちをこれ以上危険な目に遭わせるわけにはいかない。ファーストクローズ、ディバイド、奇襲を、カウンター、ここです。足元がウルカ、カウンター、ガラヨット、ノーマメロ、やりやがった、これガラヨット、やっ、すごい、クリーバー、キュタシタ、ここです、やります、ここだ、カウンター、まだだ、これガラヨット、すごい、逃がさねえ、すごい、クリーバー、シャレになって、勝敗は決しました。リナ、降りてねえぞこんなの。セカンドクローズ、ディバイド、ステップで送り、ステップ、ディバイドクラッシュ、ステップ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 、よかったね、ボディエ、パーフェクト。この剣、ルーラーの輝きは、心の悪しきを見抜く力を持つ。あなたが心正しいものなら、この剣先がその胸を貫こうとも生きていられるはず。一体なぜあなたがここに？ファーストクローズ、ディバイド、カウンター、ここです、ここです、カウンター、ここです、すでに勝敗は決しました。これ以上私たちが戦うことに意味はありません。まだ立ち上がる力が残っているなら、おとなしく武装は解除し投降してください。ようやくお出ましかい。正義の名のもとにあなたを救済します。ファーストクローズ、ディバイド、行きたい、カウンター、カウンター、カウンター、スパッ、分かりやすい、マクシあるな、エヴァース、ダンス離す、それで終わり、やるな、クリムリーパー、やりますね、それで終わるな、カウンター、やるな、
ありますね。勝敗は決しました。ウィンナー、お願い。セカンドクローズディバイド。カウンター、やりますね。今のはやるな。エバージョン、どっちか。ダウンタウン、行きます。負けしてやるな。ダンスハマス、行きます。それではここらへんだぜ。ここですね。払い、負けして、ここですね。やった、足元が落ちて。エムリー進化、そうここですね。ここです、負けし立てるの。ブレイクダウン。この戦いに意味はあったのでしょう。リエ、すでに勝敗は決しました。これ以上私たちが戦うことに意味はありません。まだ立ち上がる力が残っているなら、おとなしく武装は解除し投降してください。さすがはうつろの夜、次から次へと訪問者が来るものだわ。まるで夕方島のごとく。その重苦しい格好、あんたリヒトクライスの人間よね。ちょうどいいわ、雑魚ばっかりで退屈してたの。少しは骨のあるところ見せなさいよ。アムネジアのトップ、パラドクスと見受けます。我が名はオリエ・バラーディア。リヒトクライスがフィフスイグゼクター。権限を荒らし秩序を乱す不届き者よ。定めに従い光の鉄槌を下しましょう。ビフス？バラーディア？聞いたことない。リヒトクライスほどの大きな組織であろうと、興味があるのなんてほんの一握り。アーデルハイト、ゼニス、そしてワグナーくらいのものかしら。特にあの赤いのに私たちも手を焼かされてる。私自身の手で潰してやりたくて、今日の夜に来ないかなって思ったりもしてたのよ。けどあんたみたいなポットでのお嬢ちゃんには興味も用事も恨みもないわ。私では不服ですか。確かに私の力ではリバースを望むあなたを撃つことは難しいかもしれない。しかし私にもリヒトクライスとしての使命がある。たとえこの場で差し違えようとも、あなたを撃ちましょう。あらら、すっごく真面目なのね。差し違えるなんて、そんな楽に殺しも壊しも終わりもさせないから安心なさいな。あなたみたいな無名の人間にだって役割ってものがあるんだから。生きたまま逃げ帰ってリヒトクライスへのメッセンジャーをするっていう大事な役目がね。恐怖を抱き伝え帰るって、ただ殺されるより辛く冷たく恐ろしいわよ。イモータルとインバース、そしてイグジスの力、この力はみだりに用いるべきじゃない。権限の力が夜を呼び、夜が虚無を呼ぶ。そして虚無はまた新たな犠牲者を生む。犠牲となった父と母の思い、この心に受けた深き傷に近い。あなたをこの場で撃つ。ファーストクローズディバイバお上手。調子に乗っちゃって。ここです。お上手。調子に乗っちゃって。お上手よいわ。ほら、お上手。無駄怖いわ。行きなさい。無駄なあがき。エバー、ダン
致命傷には至っていないはずですが、あなたには聞きたいことが山ほどあります。これから全てを話してもらいましょう。第5位でこれほどの実力、さすがはリヒトクラスってとこかしら。まだまだ楽しませてもらえそうじゃないなあ。パラドクス、あなたは手強い相手でした。さすがはリバースを目指す底なきベセル。その怠惰と慢心と悪欲がなければ私が勝てる可能性など微塵もなかったでしょう。さあ、勝敗は決しました。おとなしく投降し、我らリヒトクライスの裁きを受け入れなさい。そこまでとせよ、正義をかざすリヒトクライスの娘よ。この女は我が目をつけしめる者、連れて行かれては困るのだ。え、キョム、キョム、これはさすがは最多のモクロム器の秘密イングジス、想像通り極上の美味よ。好みの獣も歓喜に震えているぞ。この至福の喜び、お前にも伝わっているか。そんな、手負いとはいえ、あのパラドクスが一瞬で倒されるなんて。それにあの虚無の声、いや、声ではないこの意識の流れ、まさか。そこの虚無の身を持つ者、我が声、そしてこの意志が伝わっているのなら答えなさい。お前のように人語を介する虚無というのは数多く潜むものなのかを。さて、それに答える必要はない。下方ぶりの豪勢な食事、この獣は気分が良いらしい。我が意識がこの姿となりて久しいが、同類と呼べる虚無に出会ったことはない。これで満ち足りたか、リヒトクライスの娘。ええ、返答には十分です。では最後にもう一つ聞かせてもらいます。今から10年の昔、まだ幼い私の眼前で両親をその手にかけたのはお前なの？それにも答える必要はない。それより、この獣はようやく気がついたぞ。あの女に落ち勝った貴様の権限はさぞうまいのであろうとな。真に問いたいことがあるが、その命をもって聞き出してみるというのはどうだ。ふざけたことを言う。だがそれでお前が素直に喋るのなら安いもの。虚無に食われた者たち、我が両親の無念、この場で思い知りなさい。ファーストクローズディバイド、いつきやり、あっ、そこです。クリニットアロスミングカウンター、あっ、そこです。エアコンゲッステンカラーシングカラーランタナカウンター、いきます。あっ、カウンター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 、カウ
シャイクリスタロー見せてあげます。そこでシャイクリスタロー、あれセカンドクローズ、リバイバル。やれ、機種を。ここでリバイバル。そして出会ったのが私って幸運だったと思いなさいよ。虚無狩りワーグナーが相手なら手に負えないことになってたんだから。良い腕だ、リヒトクライスの娘。この身が虚の夜に溶け落ちるまでの時間、私が知る限りお答えよ。聞きたいことは一つです。10年前私の目の前で両親を食い殺した虚無はお前なのかどうか。それは返答に言葉を選ぶ質問だ。食った相手のことを逐一詳細に覚えてなどいない。というとおそらくお前はいかに我を忘れる。しかし私自身、人の意識を有する虚無、喋る虚無など出会ったことがないのも事実。さもすれば、お前の父に母を食ったのは、この口、この牙なのかもしれん。この獣の体、居心地は悪くないが、死と滅びによる解放を時折願うのもまた事実。どうであろうか。こうしてお前に出会ったのも定められし命運。その手、その剣で、我が人としての生を終わらせてはくれまいか。言われるまでもない。虚無は全て滅するとそう決めている。私のような境遇の者をこれ以上増やさないためにも、くだらない干渉に浸ってはいられない。さよなら。人としての意志を持ち、虚無の身を狩る義胆の残滓。お前のことはこの胸に深く刻み、私もまたその痛みと共に生きていきましょう。虚無の夜が明ける。今夜の戦いもようやく終わりということ。私がずっと追い求めてきた両親の仇、人語を介する虚無、名をメルカバ、人に害なす権限の獣、そしてあの異形は義胆者の末路。私にはとどめを刺すことはできなかった。リヒトクライスの執行官としては失格だな。あの虚無の中に見えた人の意志、そして悲しみ、それがこの剣先を鈍らせた。生前の記憶、感情、あの温かみは一体何なんだろう。逃がしてしまったことはこれ以上考えていても仕方がない。次に会った時、そして両親の仇だという確信が持てた時に、メルカバ、私は必ずお前を撃ちます。今日の私の使命はこれで終わり。ああ、今回の夜は一段と疲れちゃった。さあ、リヒトクライスへ帰ろう。カグヤ、ミカ、それにレクス。みんなが待つあの場所へ。
こと知らない運命の歯車から見えないほどに小さなネジが一つ外れても壊れてしまうからそっと組み替えるように奇跡めぐる直前の君と僕交わるドラマ赤幻想の闇とざしたあふれかえる孤独それでも握りしめて胸を打つ鼓動に耐えてるさまよいながらさまよいながら変わりゆく君ひげる実目覚めかけた意識また突き崩され僕らの物語は今でもいつでも終わらないまま ゲームオーバー。